うわぁ、関東くん、そんなに泣いてどうしたん？小翔くんが、お前の席ねえからって。それはかわいそうにな。せや、じゃあ関東くんに新しい計略あげるからそれ使うて頑張りや。え、良いんですか？ありがとうございます。縮小の意地か、どんな性能か楽しみだな。意地ってことは超絶強化。三国志だと集大先輩が武力足す11制圧足す2。英傑だとスフさんが武力足す10。とはいえ、木島さんの剣豪の意地が武力足す8と斬撃範囲拡大だし、僕も号泣の追加効果もらってるし同じ足す8くらいかな。早速使えそうな場面が来た。これで小翔くんからポジションを奪い返すんだ。いやのノーマル関東を紹介するよ。また2試合目ではエラスタ前とどちらが有用だったか比較するために遠距離戦闘にフォーカスした試合を取ってきたよ。もともとは指揮さんで武力プラス2、射程プラス 2.6 部隊分、 10.8 ターンとの単体強化。エラスタで指揮運の武力プラス5、強し弓、フォーカス終了時に撤退する 8.3 ターンとの超絶強化になったよ。終了時デメリットの計略だとただよりのりが同じ武力プラス5で、あちらは指揮さん、しかも斬撃リロード4倍にデメリットも強力マイナス30の身だったりするから、デメリット付きの超絶強化の中では関東が飛び抜けて低い性能。エラッタで救済する予定のカードがさらに悲惨なことになってしまった。悲しきモンスター、それが関東です。続いてこの計略はどれくらいが妥当だったか。個人的にはアン1武力プラス5、武力プラス7、アン2計略時間を 8.3 から約13カウントのどちらかくらい。青の 1.5 個遠距離兵士はこのスペック要員が優秀で故障やささなりまさ、谷立木たちと肩を並べようと思うとそれくらいの明確な差別化が必要だと思うから、今後の情報修正に期待。話を試合の方に移していくよう、お相手のデッキは4枚中3枚が先陣持ちで序盤に強い構成だから、序盤は正面衝突を避けてうろうろ時間を長めに取りたい。これが俺の全力だ。お相手はかなりじっくり目に戦う方針っぽいから、行く先は再起系ではなさそう。連弾系を使うデッキでもないから刀か増援系だと思う。道案内は必要かな。王城が頂点に君臨する。敵を根絶やしにせよ。大波に乗るぞ。行く。
俺の世界で俺が王者だ。ふんぬわ天気解放。二の肩。増援剣の戦機だと思うからフルに活用させないように関東を打ってダメージを一箇所に集中させるよ。ここはとっくに俺の世界で俺が王者だ。波乗りだ。一人だけだ。行くぜ。動けるものはついてきたまえ。理性を読み波を乗りこなして今回は2試合あるよ。武者だぜ。こちらはそもそも永久戦闘は優秀だった説を提唱する試合。指揮官で控えて効果時間も長めなことから地味ながらいい仕事してくれる計略と思ってたよ。どけ発射進め。どけ貴様名を名乗る。まだ俺は上手に首を痛めた。魂は死せず。うわよ。どけ。くそ。こんなバコに。うわよ。これは天の災いなんかじゃない。うわよ。うわよ。逃げるが勝ちってね。頃合いだな。君だけは強いんだな。進め。人将タイマー、新たな戦を見せてやる。行け。
方。発射！進め！行け！ランってのは生きるための戦いだ。逃げるな、勝ちってね。進め！発射！流派発動！三の方！どけ！まだ俺は。進め！よけ！よけ！発射！流派に応じて形を変える。これが兵法の極みだ。主に侍、敵を斬る。流派発動！一の方前期開放。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。戦機開放。遥か先を撃ち抜け。発射！火力を集中しろ。化け物め。魂は死せず。発射！これは天の災いだ。くそ、こんなバコに。どけ！死ね。どけ！流派発動。一の方。どけ！遠距戦法が強すぎる。嘘だろ。殺人の声かけろ。頃合いだな。冷血耐性の城から受ける兵力ダメージが大きめなので、メーメデッキは歴史の前でせっかちになりがち。再生が待っておるぞ。ご視聴ありがとうございました。関東の今後の情報修正に期待。隙を見せた者から消されるぜ。